インスタグラマーのフォロワー数を当てろー。本日はですね、僕の友達5人に集まっていただきました。5人とももちろんフォロワー数が異なってきますと、5人にインタビューしていただいて、誰がフォロワー数が多いのか少ないのかみたいなところを1位から5位まで順位付けをしていただきます。なんとその1位から5位の順位付けが当たりましたら、もう皆さんに僕何でもプレゼントします。え、マジっすか？何でもプレゼント。めっちゃモチベーション上がってきました。それではインスタグラマーの皆さん、ご入場ください。ご入場ください。お願いします。皆さんインスタグラマーとして活躍している皆さんです。ちょっと待って、何友達なんですか？それもちょっとこの後個別の話があるので、ぜひそこで聞いてもらえたらなと思います。じゃあ皆さん、これからいろいろと質問していただいて、どの方がインスタグラムの中で影響力を持っているのかというところをぜひ当てていただけたらなと思います。自己紹介的なところをしていただいて、虎の方々のちょっと質問に答えていくような形でやっていけたらなと思います。じゃあ一番右の一番さん、さっきです。恋愛とか性についてを発信してます。性で、あの性ですか？あの性です。反応がね、童貞かって入るね。じゃあ庭さんお願いします。しおりです。爆飲みインフルエンサーです。爆飲み。じゃあサンマさんお願いします。リホです。美容とファッションと自由に投稿してる感じです。なるほどね。じゃあ4番さんお願いします。はい、ルンルンユキルンです。はい、ルンルンユキルンではない。あ、ルンルンユキルン。ルンルンユキルン、はい、今ガールズバーの代表やってます。5番さんお願いします。はい、カムです。暮らし系とかご飯とかそういったカフェとかそういった紹介の発信をしています。フォロワー数っていうところは皆さん最後重要になりますので、ぜひいろいろと聞いてみてください。質問タイムどうぞ。インスタ始めて何年か、こちらからお願いします。3年になります。はい、なるほどね。4年です。4年、5、6年くらい。私も6年くらい。あと2年です。うん、結構みんな長くね。長い、5、6年とか長い。うん、前の方がフォロワーも取りやすいからね。フォローしてる人数教えてほしいです。200人前後です。私も200人前後です。90代です。私1000人くらい。私も900人ぐらいです。稲葉さん以外で令和の虎関係の方たちで相互フォローとかって言いますか？それやってる社長が浮き彫りやってる、やってる。結構あのトマホッピーさんは可愛い女の子フォローしがちなんですか？ちなみにトマホッピーさんにフォローされてる方はやってる。性教育系に興味がある可能性が出てきましたね。いくら稼いでるんですかそれぞれインスタで？あ、確かに。インスタメインでやってないので。何メインでやってるんですか？ YouTube がメインなんですよ。あ、YouTube の登録者聞いていいですか？12万8000人。おー、すごい。全部だといくらですか？おー、言える。ふわっと、だいたい。おー、私はインスタは0円で、その他で何してんだよ。じゃあ次お願いします。数十万ぐらいで、その他だったらしおりと同じくらいです。何やっすか。じゃあありがとうございます。次お願いします。お酒飲んでる方が稼いでます。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、普通の年齢相当なんですけど、他の国の運用とかアカウントのサウナの運用とかサウナのアカウントの運用とかしているので、そっち合わせたらその倍ぐらいかなって感じです。なるほどね。はい、みんな何歳なんだろうと思って。一番ルンルンユキルンが気になる。若いのと思うけど24です。え、すごいね。24でガールズバー経営してるんだ。そうですね、今やってます。えらい。まあ、インターさんは完全にあれですね、夜食ですね。そうですね、夜食。27歳ぐらいですか？25です。25歳。若いんだね。誕生日迎えて。あ、そうか、26です。26歳、何歳ですか？26です。え、でも落ち着いてますね。なんでそんな性に詳しいんですか？確かに。勉強し
してて、性のどの部分を勉強してるんですか？最初の入りは、うん、なんかその当時付き合ってた彼氏がダメな感じ で、うん、でそのために自分が勉強しようと思ってそれをしてたら、なんかこれ YouTube で発信しようってなってきて、ダメな感じじゃあマジでそういう感じ。テクニックとか、まあ、男女の関係がうまくいくようにみたいな How to 系ですね。え、どんな感じで聞いたことですか？皆さんこれ大丈夫ですか？1位から5位まであと10番書いてもらいますけど、インスタグラム頑張ってるわけですよね。うん、多分この人が5位だと思う。言いづらいもん。すごい。でもストーリー3通以上上げましたか？告知の1回のみです。私毎日20個ぐらい、もう点点線が点になるぐらいあります。いや絶対寿司あげてるんです。寿司はあげてる。お酒強いんですね。強いみたいです。すごいね。テキーラは毎日飲めます。ラウンジ上ですよね多分。まあそうですね、まあ、ラウンジの他にもやってますけど、ね、飲むのはお酒だけですか？プロテインとか飲まないですか？一応パーソナルジム通ってるんで、プロテインも飲むし、あと水も飲みます。あー、なるほど、はい、筋肉がある男性は好きですか？はい、毎日よりは好きです。くどいてんじゃない。私も告知とかお願いがいって、なるほどね。私5個ぐらいありました。ちょうど旅行行ってたので15件ぐらい。なんか誰も確信ついたような顔をしてる人一人もいないんですけど、普段からあれですね、人とか採用してる立場の方が多いですよね。そうです。女性ちょっとなんで雇うんですか？女性はちょっとエロい言っちゃう。それ反対して大丈夫です。逆に瀬山さんも女性の方が多いですよね。そうですね、9割女性ですね。別に今知名度があるとかないとかあんま見てないんで、どうなりたいかだと思うんですよね。大事なのは、だからこれからフォロワー数が少ない方、あなたですよねって言うかもしれないですけど、今をだけを見て物事判断していただきたいんで。ちょっと逃げ道用意してください。めっちゃ逃げ道用意してください。そういう方はお金を傷つかないでほしいなっていう、ちょっと不正義を。好感度を下げないようにしてるな。森さんはどうですか？採用とかそういった人を見る目でなんかこだわってるのか。熱量ですかね、うん、どんくらい、うん、思いがあるか、野心があるか、すごく見てますね。どうですか、見た感じにインスタグラムに一番熱意ありそうな人で。左の2人がすごいなんか野心感じますね。おー、何やってでも勝ってやろうって顔に見えてます。しずくりさんどうですか？5番のタムさん、1番のタキさんは意外とこう上位に食い込んで、いやでも難しい、悩む。一番タイプなのは、一番タイプなのは、言いづらいっすね。じゃあそれでは皆さん順位を書いてください。はい、じゃあしずくりさんお願いします。はい、こちらです。2、1、3、5、4。はい、2番が1位です。塩です。1、2、3、4、5ですね。なんか簡単に理由を。稼いでる額じゃないなと思って、やっぱりインスタグラムにどれだけ知見があるのかなっていうところを考えてこの順番にしました。今日の投稿数とかもちょっとこう見たんですけど、2位か3か2か1かってあたりはちょっと悩みましたね。じゃあ青さんお願いします。もう分かってないな。3、2、4、1、5。5番の方はもう4人に圧倒されてるんです、すでに。この立ち振る舞い的に私はもう運用代行なんで、もう自分のアカウントじゃないからみたいな感じなんで、まあ違うな。1番の方は YouTube が12万人なんでそれ以下だろうと。うん、なるほどなるほど。で3、2、4、この3人は10万以上の空気感をまとっています、すでに。おお、私10万人いますんで。はいはい。その中で順位つけるとしたら、3番の方はインスタで経由でお金発生してるんで、はい、ラウンジとガールズバーたちのラウンジの方が一般視聴者から受けるかなっていう、うんうん、っていう背景です。めちゃめちゃ真面目に考察していただいて、反対に振り出してもらって。じゃあ森市さんお願いします。1番の方すぐにもう1番だなって私思ったんですよ。お SNS に力入れてらっしゃるじゃないですか。もうそれでしっかり食ってらっしゃるんで、同じように5番の方もそういう風に感じました。で2、3、4の方は基本的にメインでも飲みですよね、多分ね。違うって顔してる。気に食わん、気に食わん。違うんですか。じゃあ女性代表で瀬谷さんお願いします。
まあ、わかんないですけど、一番多い方2番で、うん、2、3、1、5、4にしました。まあ4番の方はフォロワー数じゃないと思ってるんで、別にインフルエンサーってインプレッション数じゃないですか。で多分集客動線ですよね、一番。ってことは別にフォロワー数がすごく多くなくても、相互フォロワーでちゃんと集客してガールズバーにちゃんと来てくれる人の方が欲しいと思うから、フォロワー数そんな多くなくてもいいかなと。だから一番少ないかな。で5番の方は他の運用がメインで、他の運用メインの方って意外とフォロワー数そんな多くないイメージなんで、インスタ代行ですごいインスタフォロワーが多いインスタ代行の社長ってそんなに、いや社長もそうですけど意外と少ないなって印象だから、5番の方が次で、で、まあ、次1番の方、やっぱ YouTube がメインとおっしゃってたんで、まあ、それが一つ要因かなっていうのと、で次が3番の方が2番の方のインスタがなんか一番気になった。で何バック飲みってみたいな普通に気になったってことは、なんかで稼いでないって言ってたけど、まあ、稼いでなくて、それとにかくいろんな人に見てもらうことをメインとしてるのかなっていうふうに思ったんで、だからまあ一番多いんじゃないのかなと予想してこの順位です。瀬名さん部長に近いですよね。まあでも違うんでそれでは答えを発表していきたいと思います。インスタグラマー1位は3万3です。じゃあ本当にも全員とは望みないから3万でしょ、うちの3万で。じゃあ3万さんよろしければ一言。俺間違えるね、俺間違えるね。何万人なんですか言っていただいて。あれそんなもんなの、もっと多いのかと思いました。それは話変わってくるよ10万人のオーラ10万人のオーラこれから10万人になるオーラを楽しみ。2位はリマさんです。しゃー、え、これ惜しかったかもな。リマさん一番なんかアカウント今日持たれてましたけど、どうだったか。面白いと思います。特にストーリーが何万人なんですか。 2.2 万人です。 2.2 万人は、はい。じゃあ3位はヤンマーさんです。あー、ちょっと待って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 、すごいすごいすごい。医師国家試験の合格発表よりも緊張したじゃあ次4位、4位はゴマンさんです。あというところで、そういうことね。惜しい惜しい惜しいじゃん。ちょっと冷や汗かきました、本当に当たる人みたいな。やべえ。ごまんさん一言いいですか。はい、ちょっと代行って言っちゃったんで、皆さんも結構的中してたなって思って、すごいドキドキしました。なるほど。何万人なんですか。でも7000人とかです。7000人、はい。最後が全然インスタやってないことを後悔しました何人ですか。4600です。でも YouTube で12万すごいですよね。大変ですよ YouTube で増やすの。 YouTube そうですね。よかったらさキッチョナースだけでやってるので。キッチョナース見たことあるぞ。あります。ということで本日は僕からの挑戦状というところで、フォロワー数順位当てられるかということで、今回は僕の勝ちということで